ワンツーワンツー、要のダースのおじきことダースレイダー。うすうす気づいてる人もいるかもしれませんが、デイリーダースって言ってね、全然デイリーじゃないかという疑惑が持たれてるんですけどもね、最近ちょっとね、気づいたら結構バタバタ忙しかったり体調が悪かったりしてですね、アップできてなかったりもしたんですけれども、実はですね、チャンネル登録者数が1000人をようやく超えてね、もうね、こう極小勢力だったダースレイダーチャンネルがね、1000人以上ですよ。キングダムで言うとね、1000人以上になったみたいなところなんですけど、まあ今後ね、どうしていくもんかなみたいなことをね、考えて、とりあえず面白いことをいっぱい発信していきたいなとかね、くだらないことをいろいろ話したいなとは思うんですけども、まあコメント欄もね、結構みんな書き込んでくれるので、なんかコメント欄とかにこう、こんなことやれとかっていうのね、言ったらね、なるべくこう、検討に値するみたいなね、それとかね、利根川みたいに大人は答えないみたいな感じで対応していきたいと思います。ニュースラップジャパンとかとも連動してやっていきたいと思います。ニュースラップジャパンは日曜24時にやっております。でちょっとね、どんどん時間が過ぎちゃっててね、この間やってたワーグナープロジェクトだったり、土曜日のね、神田プロレスの MC バトルだったり、 MC バトルとかいうものについて考えたこともいろいろあるので、 B-Boy パークの続きと一緒に今度アップしようと思いますが、結構いろんなことがありました。で、最新ニュースとしてはですね、これ見てきたんですけど、ブレードランナー2049ね、ブレードランナーのね、続編なんですけども、まあ僕、映画を紹介するときは基本的にそのネタバレとかを一切しないように気をつけるっていうか、なんて言うんだろうな、自分が見に行くときにもなるべく情報を入れないで見に行こう、予告編も見ないで済むんだったら見ないとかね、出てる俳優も知らないで済むんだったら知らないまま行くのが一番いいと思っていて、できればびっくりしたいみたいなね、そんな話だったのとかね、そういったのを期待していくっていうことがあるんですけども、これはね、言わずと知れたというかね、やっぱりもともとのね、リドリー・スコットのブレードランナーというのがもう傑作中の傑作でね、で、レプリカント、ルドガー・バウアーがね演じるレプリカントのね、雨の中の涙のようにっていうね、素晴らしいセリフがあるんですけれども、実はベイソンズの、CD の方にね入っている5 years、 5 years ミュージックビデオになっている方がオリジナルバージョンなんですけども、 CD の5 years を買うとミックス違いがね、ダーマスト X さん の、 違ったミックスのバージョンが入っていてですね、で、それが、レプリカントバージョンという名前がついてるんだけども、レプリカントっていうのは寿命が4年なんですね。で、5 years っていうので寿命4年のレプリカントのね、が重ねるっていうのと、ダンマスター X さんがミックスするときにそのね、タイラル社っていうね、そのレプリカントを作ってる会社のすんごいビルが出てくるんですけど、ブレードランナーのこれがまたかっこいいんだな。まあでもそこのね、このエレベーターを登ってる時のムードっていうのをイメージしてミックスしたっていうているので、レプリカントバージョンという名前をつけて、なんかぜひその辺もちょっとイメージしてね、聴き比べていただけたらと思います。ベイソンズ、11月の7日にかっこいい音楽が聴ける日、ベイソンズと曽我部圭一ツーマンライブを主催します。で、完全にね、ベイソンズ主催というか僕主催でね、全ての経費を僕が払わなければいけないというね、いけないというか自分でやるって言ったんだから当たり前なんだけど、なのでぜひ皆さんのお越しをお待ちしていますがね、驚くほど前売りは売れておりません、なんてこったということでね、マジで皆さんのお越しをお待ちしておりますが、これね、もうキワキワのね、カイジの鉄骨渡りみたいなね状態で挑んでいますのでね、ちょっとでもね、悪い風が吹くぞ、下に落ちてしまうっていうね、そんな状況でね、こう3人今回ダブさんも入れて4人でやるんですけども、出るのでね、ぜひね、その渡り切るところをね見てほしいと思います。もともとね、ポップスをやってるつもりもないし、歌謡曲とかね、そういった分かりやすい音楽にも実はないなっていうことはもう自覚せざるを得ないんですけれども、でも何をやってるかって言ったらね、僕らがかっこいい音楽だと思っていることをやっていて、僕はラッパーで言葉をこうバーって出してね、で一番言葉がね、ビシッと耳に届くのはリズムが大事で、でかつ言葉だけがあるっていうのが一番いいわけで、リズムと言葉、これがベイソンズ、それを堪能しに来ていただけたら幸いです。そんな感じでブレードランナーの話がずれちゃいましたけど、ブレードランナーのね、新作はですね、最近だとメッセージとかね、ボーダーラインっていうね、
メキシコのね、そのカルテルと戦うね、FBI 捜査官の話、これがまたね、超面白いんですけどもね、作ってるドゥニー・ヴィルヌーヴ監督、このフランス人の名字っていうのがまたね、言いにくいんですけども、が、監督をしていて、非常にね、チャレンジーではあると思いました。でも、重くて遅い。で、遅いといえばですね、ツインピークスの新しい、リターンズのね、25年後のツインピークスのドラマシリーズがね、遅さっていう意味ではね、ここまで遅い動きをする人が出てくるドラマがかつてあっただろうかっていうぐらい遅いんですけども、まあ、そこまで行っちゃうとね、デビッド・リンチまで行っちゃうと本当にもうとんでもない遅さでもう笑っちゃうんですけども、やっぱりね、ライアン・ゴスリンが出てるっていう続きで言うとね、ワン・ゴッドだっけな、オンリー・ゴッドか。オンリー・ゴッドもすごく重くて、ゆっくりな映画だったんですけど、それと一緒にね、このひたすら陰鬱なんですよね。時代設定もそうで、三世紀が降りしきってね。それで、まあ、そのオアシスさんの地獄絵図みたいな、放射能の雨が降りしきる中、みたいな状況で、すごくね、こう、ゆっくりじっくり話が進んでいて、3時間まで対策なんですけども、ふとね、僕が思ったのはですね、これはまあネタバレとかではないと思うんですけども、まあ大体こう悪いやつがいるわけですよ、どこの世界に、映画っていうのはね。で、この悪いやつっていうのが大体こう、世界の支配だったり、宇宙の支配とかを企んでたりするわけなんですけど、これって結構荒廃した世の中でね、本当にもうひどい状況になってても、未だになおね、宇宙の支配王とか世界の支配王とかっていうのをね、考えるものなのかなとか、なんかそういう元気もなくなっちゃうんじゃないかなっていう気もちょっと見てる時からしちゃったっていうのは正直あるんですよね。こう、どこまでピュアに世界支配を望んでるんだみたいなね、悪者はもうね、純粋に世界支配を、考えるものなんだっていう、まあ前提で見ちゃえばいいっちゃいいんですけど、この世界支配するかみたいなね、ところもちょっと思いました。でも音とかがね、またね、このもうプレッシャーがすごくてね、なんで劇場で見るのがやっぱりいいとは思います。で、さらにやっぱりオリジナルをもし見てないっていう人がいたら、絶対やっぱオリジナルを見てから見た方が間違いなく、話としてはどうしてもね、連続しているっていうか、前作元オリジナルを伏線としてそれを回収するような話っていう形にはなっているので、やっぱりオリジナルは見ておいた方がいいし、なんならオリジナルを見ておけばいいかなっていう話で、まあ、さらにサノン原作がフィリップ・K・ディックのね、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていうのが原作なんですけども、そういった意味でもですね、そのフィリップ・K・ディック、そしてリドリー・スコットといろんな人がこう見てきた夢っていうのを、人の夢っていうのの続きを見るっていうのは難しいなみたいなのが僕の感想でしたね。はい。まあ、喋んなきゃいけないことはたくさんあるんですけども、選挙の話でね、投票率がちょっと戦後2番目に低いとかだったのかな。それで、まあ、やっぱり18歳の選挙権っていうのを与えたけど、19歳の、投票率は3割ぐらいとかっていうのを聞いて、まあ、投票率って低いなと思ったんですけど、実は、中選挙区をやっていた、小選挙区っていうのは一人区、一つの選挙区から一人だけが当選する、制度なんですけど、昔は中選挙区って言って、もう少しでかいブロックで考えて、その中選挙区の中から4人区、あるいは北海道とか6人区っていう風になっていました。で、僕も物心ついてからちょうど入れ替わったタイミングで小選挙区制にね、小田一郎が変えちゃったんですけども、当時の中選挙区制の時っていうのは投票率が7割とか余裕であったということを聞いてびっくりしました。だから日本人が全然ずっと投票に行かないんじゃなくて、やっぱり小選挙区になってから極端に投票率は下がっていて、唯一民主党が政権を取った時に 69% とかまで高かったんだけど、基本的には5割台を行ったり来たりしているっていうのを聞いて、その理由っていうのが、やっぱり1人しか通らないっていう場合は、大体もう体制が消してる選挙区の場合、行っても意味ねえじゃんっていうことを、どうしてもね、ちょっとでも考えいい人は、これはいくらこっち入れたって絶対通んないでしょと諦めがちになるんですよね。でも4人通る場合の4番目5番目っていうデッドヒートっていうのは、非常にこうね、際どいところで決まってくるので、やっぱりどうしても何かしらの意見をこう反映したいっていう人は、やっぱりみんな選挙に行くっていう意味で、中選挙区で1位から4位までっていうところを決めたレースの方が、まあ、当然その選挙区のいろいろな声を拾えることもあるし、投票率も高かったと。なんならね、僕は杉並区なんでね、石原伸晃氏がね、もう永遠に受かり続けてるわけで、これどうすんだっていう状況になってしまってね、ちょっとでもね、気を抜いたら別に1回行かなくてって考えたりね、あるいは
あの支持している方でもまあみんな入れるからいいだろうって言っていかなくなるっていうあの心理も理解できます。なので選挙制度ね、その名前連呼してんじゃねえよとか、もう少し話し合いをしろよとかも本当いろいろ細かいところあるんだけども、そもそも日本は二大政党制なんかになってないので、もしね考えるんだったらその選挙制度っていうのはやっぱね、こう中選挙区制とかの方がよっぽどいろいろな民意を反映できてたんじゃないかなっていうことを改めて思いました。で同時に政治家っていうのは自分が当選した選挙制度を変えるような人っていうのがどれだけいるのかっていうのがまた不安になるところで、自分が受かった制度っていうのはやっぱりなかなかいじれない。そういった意味では他の人がそういった制度を変えるような要望をしていかなければいけないけど、日本ではそれがなかなか難しいですねっていうのが選挙に関して思ったことです。なのでなんかね、民意がこうだとかね言うけど、 5割強の投票率の中の過半数、大体だからね4分の1ですよ、全体 26% で過半数ですからね、5割って言ったら。なので、まあ、そういった人が全体を決めてることになっていくんだよっていうことを考えて、じゃあ今の決め方でいいのかなっていうのは、選挙制度っていうのはそもそもその国会議員を選ぶ基本となるわけで、毎回選挙をやるために選挙制度がどうだったかっていうことを分析して解析して課題を考えるっていうのは大事なんじゃないかなと思いました。まあそんな感じでですね、久しぶりのデイリーダース、またちょっといろいろアップしていきたいと思いますが、まあブレードランナーを見てきましたけど、実はその前の週に見たアトミックブロンドが超面白かったみたいな話を改めて、もうアトミックブロンド最高です、シャーリーズセロン最高、アトミックブロンド最高です。うん、ということで、ダースベイダーでした。ピースよ。